シンガポール港キャンパスエセックビジネススクールはフランスパリ近郊セルジー及びパリ資金のラデファンス東南アジアのシンガポール北アフリカのラバトにキャンパスを置くビジネススクールであり私立グランゼコールの一つ1907年にイエズス会により設置された公用語表記ではエコールサップザイヤーデサイエンシズエコナミックイカマーショルズである日本国内では エセック経済商科大学院大学という故障が用いられることが多い。パリのカルチエラタンに校舎があったが、1973年、バルドワーズ県セルジーに校舎が完成し、翌1974年に移転した。また、当該地域はベルサイユ大学区に属するため、資金のセルジー・ポントワーズ大学のほか、パリ第10大学。 エコールサントラルパリ、エコールポリテクニーク等多くの高等教育機関が所在する。いわゆる名門グランゼエコールの一行で、アセック大学グループを構成している。修士課程の MSC インマネージメントプログラムは、f t シュマスターインマネージメントランキングで、世界第3位となっている。また、正規の MBA を授与できる学校であり、欧州品質改善システムに認定されている。 グローバル MBA プログラムは QS の2017年ヨーロッパ MBA ランキングで第7位だった。2004年にドイツの名門ビジネススクールマンハイムビジネススクールとエグゼクティブ MBA プログラムを創設して以来、アセックはエグゼクティブ教育においてもヨーロッパのトップクラスの一校として高く評価されている。ありがとうございます。